どうもこんにちは。今回はぜひ試してほしいなんちゃってネギトロの作り方を紹介したいと思います。ネギトロが好きな人であればぜひね、これは一度試してみてください。こちらがレシピです。今回使用するのはマグロではなくカツオの刺身です。もちろんマグロでもいいんですけど、比較的安価に購入できるカツオでも非常に美味しく仕上げれます。そして使用するネギなんですけど、こちらは青ネギではなく白ネギを使用してください。では作っていきましょう。早速重要なポイントなんですけど、ネギを動画のようにざっくりとしたサイズにまずはカットしていきます。ここでのポイントは、この時点でしっかりとした粗みじんにしてしまうのではなく、動画のようなざっくりとしたサイズ感にカットをするということです。次にカツオ刺身サイズに適当にカットしていきます。もちろんお刺身用にカットされたカツオを使うのであれば、この工程は飛ばしてもらって大丈夫です。そしたら次にカットしたカツオとネギをまとめて包丁で粗く叩いていきます。包丁が2本あれば、動画のように2本まとめて連刃にしてカットするのがおすすめです。カットしたものがこちら。一般的に売られているネギトロよりもかなり粗いということがわかるかと思うんですけど、この粗さこそが美味しさのポイントなんですよ。これらをボウルに移したら、次に好みではあるんですけど、サラダ油を入れて混ぜ合わせましょう。動画ではティースプーン1杯入れてるんですけど、小さじ1杯くらい入れても問題ありません。この刺身系統に油をあえて混ぜるっていうのは珍しく感じるかもしれないんですけど、回転寿司とかスーパーとかで購入できるネギトロやマグロのたたきはショートニングというね、食用油脂が含まれていることがほとんどなので、実はね、このようにネギトロに油を混ぜるっていうのは珍しくはないんですよ。むしろ油を混ぜることによるメリットっていうのが意外と多くて、一つは味わいにコクが追加されます。そして次の一つが、油のコーティングにより酸化による劣化を抑えることができます。そして3つが、油のコーティングで臭みを抑える効果もあります。なのでカツオではなく、マグロの中トロといった高級部位や非常に鮮度と質の良い魚を使用する場合は、油は入れない方がいいとは言えるんですけど、今回のように割引の効いたカツオレベルのもので作るのであれば、多少の油を混ぜることがおすすめです。しっかりと混ぜ合わせることができれば、器に盛り付けてこれで完成です。カツオとネギを包丁で叩いて粗く仕上げただけのネギトロなんですけど、この粗さが美味しいんですよ。白ネギがね、粗くカットされているのがめちゃくちゃ良くて、このね、食感とね、味を知ればね、病みつきになること間違いなしの仕上がりになっています。今回は醤油をかけて普通の刺身みたいに食べてるんですけど、ごま油とめんつゆなどを混ぜても美味しいです。カツオやネギって味と香りが強いので、結構ね、様々なタレ系統に合わせることが可能なので、海鮮ユッケに仕上げても美味しいですし、変わり種で言うと焼肉のタレとかをね、ちょっと和えても美味しく仕上がります。なのでスーパーでカツオが安く手に入るのであれば、ぜひ一度試してみてください。動画が参考になりましたら、いいねやチャンネル登録もよろしくお願いします。ここまでのご視聴、誠にありがとうございました。